高橋周平は神奈川県藤沢市出身のプロ野球選手、宇藤左田、中日ドラゴンズ所属、2019年より同チームのキャプテンを務める。全校小1年時から野球を始め、投手としてプレー。全校中時代から湘南クラブボーイズで野手としてプレーし、中学2年時に日本一ジャイアンツカップ準優勝を経験。小学校、 中学校とボーイズリーグの4学年後輩に小笠原慎之介がいる。高校進学については横浜高校に憧れを抱いていたが、東海大甲府高校の高知泉淳一からの誘いを受けて、東海大甲府高校に進学。高校では1年春から4番三塁手としてレギュラー医師、秋から遊撃手で起用される。2年春には、 私立柏高校との練習試合にて1イニング満塁本塁打2本を記録した。3年春は打率471の活躍で県大会優勝に貢献。決勝戦では山梨県記録となる57号本塁打を打った。3年夏は山梨県大会で敗退し、甲子園出場は果たせなかったが、8月に行われた AAA アジア野球選手権において、 日本代表に選ばれる。5試合20打数10安打13打点。決勝の韓国戦では、高校通算71号となる、先制2点本塁打と敵地打を打ち、MVP を獲得。日本の同大会優勝に大きく貢献し、木星バットへの対応力も見せた。同校の2学年後輩に、渡辺亮がいる。2011年のドラフト会議にてオリックスバファローズ。 東京ヤクルトスワローズ、中日ドラゴンズの3球団から1位指名を受け、抽選の結果、中日が交渉権を獲得した。甲子園出場経験のない高校生野手が、ドラフト1位で3球団が競合するのは、ドラフト史上初。11月25日に横浜市内のホテルで入団交渉を行い、契約金1億円、年俸1200万円で仮契約。 中日の高卒新人としては、球団史上最高の年俸学である。背番号は2009年まで森野正彦がつけていた31に決定した。同性の高橋里志文がいるためスコアボード名は、高橋天音となりセネームは、S 高橋となった。2013年8月3日、横浜スタジアムにて2012年6月17日の対オリックス4回戦で、 テラハラハヤトからプロ初本塁打を放つ。この本塁打が決勝打で18歳4ヶ月でのアーチはドラフト制以降の高卒新人では最年少、中日の高卒新人では1997年の森野以来8人目、決勝打は1960年の高木森道以来2人目である。2軍では7本塁打を打ち、本塁打王のタイトルを獲得した。 2013年、エクトルルナの負傷もあり、シーズン後半から主に三塁手として一軍に定着。8月1日の阪神戦で7番、三塁手で、初スタメンとなり、満塁のチャンスで、球団史上最年少となる、逆転満塁本塁打を、加藤康介から打った。この年のオフから、背番号を、野本慶がつけていた球に変更した。合わせて、 ユニフォームのデザイン変更に伴い、セネームが高橋と名字のみに変更された。2014年には、井端博一の対談、三塁手のレギュラー候補である、ルナと森野の存在もあり、GM に就任した落合博光の勧めで、遊撃手に再コンバートされるが、積極的に起用されたオープン戦で、打撃不振に陥り2軍を落ちし、開幕も2軍で迎えることになった。 その後、前年同様ルナの負傷もあり、7月14日に一軍昇格し、主に三流一種として出場。7月21日の対 DNA 戦では、故郷でシーズン1号本塁打を、7月25日の対巨人戦では、自身初となる本拠地名古屋ドームでの本塁打を打ち、8月12日の DNA 戦では、場外本塁打を打ち、シーズン6本塁打を記録した。 この年のオフから、背番号をかつて、辰波和義が使用していた3に変更した。2015年は打率、208と苦しみ、7月に2軍落ちしてからは1軍、復帰できなかった。オフには、浜田智博、桂より、友永翔太、岸本敦樹と共に台湾ウィンターリーグに派遣され、打率、254で日本塁打だった。2016年は、 高橋沙都志分の対談に伴い、登録名が高橋に変更される。7番、三塁手で開幕スタメンを勝ち取り、平田良介が離脱してからは3番に回るなど4月終了までに打率。276、3本類打13打点と好スタートを切っていたが、30日の対広島戦にて右手を痛めて途中交代。検査の結果、 夕張骨骨折が判明し、翌5月1日に登録抹消された。2017年は8月30日の対 DNA 戦で、エドウィン・エスコバーから左翼ライン際にランニング本塁打を記録。球団では2006年の福留康介が記録して、以来で1997年に名古屋ドームが開場してから初の記録であった。2018年は、 福田久志賞の三類種固定に伴い、開幕から主に二類種として起用された。5月31日のオリックス戦から6月1日の日本ハム戦にかけて NPB 大記録となる4打席連続二類打を達成した。後半戦からは、先発投手の左右にかかわらず、スタメンで起用され、自身初の規定打席に到達。128試合に出場して、打率。 254、本類打11、打点69という成績を残した。2019年から中日のチームキャプテンを務める。3.24月は不審だったが、5月に月間8度の猛打賞を記録し、5月の月間 MVP に初選出された。6月4日に自身初の4番に起用された。六月十七日にオールスターゲームに選手間投票で選出され、 オールスターゲームでは関東選手賞を受賞した。7月16日の大半審戦で1回裏に1塁に気類した際に右手小指を負傷した。その後、検査で右小指等速速副腎体断裂と診断された。8月4日からマシン打撃を再開し、8月16日対東京をヤクルトスワローズ16回表に代打で実戦復帰した。 2年連続で規定打席に到達し、117試合に出場、打率、293、7本塁打、59打点で、自身初の三塁主部門で、ゴールデングラブ賞とベストナインを受賞した。2020年は、6月の月間打率、359を記録するなど開幕を好調で、迎えるも7月11日の対広島戦で、 左太もも裏の肉離れを発症し戦線を離脱した。同月25日に復帰した後は10月15日の大阪新戦でロベルトス・アレスからプロ入り初のサヨナラ本塁打となる6号逆転、サヨナラ3点本塁打を記録した。最終的にリーグ6位となる打率。305を記録し、自身初の打率3割を達成した。オフには2年連続となる。 ゴールデングラブ賞を受賞。柔らかいスイングから、打球速度、飛距離ともに、高校生離れした打球を打ち、木製バットで130メートル級の飛距離を打つ、長打力を持ち味とする。打撃では、ボールを呼び込んで、ポイントを近くにして打つことを心がけているという。高校時代には130メートル以上飛ばないと、越えないという特設ネットが設置されていた。 高校時代の監督である村中秀人からは森野正彦以上の素材と評価された。また、高校のコーチである泉は森野は天才型だけど高橋は努力型。誰よりも早くグラウンドに現れて誰よりも遅くグラウンドにいると評している。一塁到達は4.6秒台と平均を下回るが、投塁時には3.4秒台を記録する総力を備える。 遠投105メートル、50メートル走は6秒4。守備ではグラブさばきに非凡さがある。2014年よりアディダスとアドバイザリー契約を結んでいる。趣味は買い物で、好きな食べ物はラーメン。小学生の頃は読売ジャイアンツの選手であった松井秀樹に憧れを抱いていた。プロ入り時には憧れている選手として森野を挙げている。長渕剛のファンである。 2017年1月に婚約を発表し、2018年11月に第一子となる長女が誕生した。ありがとうございます。